もう会社ごと消したいなって思ってる。彼女がそのアメリカのハッキングの団体の、でもそれぐらいですっきりする。それであなたが報われないんだったら、もっともっと正々堂々と戦うべき。その手段はいくらでもあるんだけど、それじゃすっきりしないじゃない。で、正々堂々と真っ向向かって真剣勝負で意見を言う。それ悩んで言ってぶつかって無理なんだったら私のところに来なさいって話。そりゃそうよ、ぶつかりはいろんなさ、ガーベラだっていろんな色があるんだから、うん、こんな濃い色だったら、こんな濃い性格だったら薄い、ほら、この色のガーベラどうしてもやっぱり負けちゃうじゃん。でも、この子だけで見てあげると、やっぱり素晴らしい色じゃない。だから、強調していくっていう、調和、協調性をものすごくバランスよく取るっていうのは、本当に難しいことだから。それは当たり前なのよ。うん、こいつがこいつを責めることもある。こいつがこいつを責めることもある。でも、こいつはこいつを責めない。こいつとこいつが手を組んで、このガーベラを責めることもある。こいつとこいつをタッグを組んで、タッグを組んだかと思いきや、こいつを裏切って、こっちでタッグ組んでたこともある。でも、こっちタッグ組む前に、こいつはタッグ組んでたって話もある。長年の年表で見たときにこういうことがあったなって思い返せるような一つの、うん、変だ、変。変。そう、いろいろな変があった。本能寺の変もあった。桜田門外の変なんてもあった、うん、その変の一つ、年表になった時に変ってつくだけさ、うん、レイが会社でパワハラ受ける変だな、うん、そういったことになればスカスカの年表より楽しいじゃないか。楽しいかもしれない、うん、ちょっと少し楽になった、うん、さっきよりはだいぶ良くなったかも、うん、で、あとで、タミさんまとめてあげて。はい、うん、分かりました、うん。あの、世の中への貢献だとか、うん、利益を求めていない団体ではございません。はっきり言い切ります。お金はいただきます。仕事として、食うために、食いつなぐために、うん、もちろん例にも今日後でごめんねいただく、うん、だから手は抜かない。だってお金をいただいてるから、お金をいただいてる分きちんとそれなりにその人に合った相談は受けますし、うん、本当はまあ紅茶のねお店をやりたかったんですけれども、それがなかなか土地の問題だとか、うん、一回トラブルで、それで私がねお菓子を作るのが上手だから自分で言うのはなんですが、本当に教室を開くくらいプロ級のものって言われて、マーフィンを作ったり、ビッグドチーズケーキ美味しいでしょ。うーん、美味しいやね、食べたい。まあ言ってくれるパウンドケーキ作ったりとかいろいろするんですが、それを出すお店をやりたかったんです。待ってます。私たちはガーベラです。